1996年式ダッチラム版の3元、触媒コンバータ3元触媒は、ガソリン車、ディーゼル車の排出ガス中の3種類の有害成分を、酸化、還元によって同時に浄化する装置である。3元触媒コンバータとも呼ばれ、排気経路に取り付けられる。メタルコアを採用する3元触媒コンバータの、カットモデルセラミックコアを採用する3元、触媒コンバータ。 蒸気2種はいずれも排気関係上に合わせて触媒が成形されたモノリス式と呼ばれる形態である。三元触媒は自動車の排ガス中に含まれる有害物質である炭化水素1酸化炭素窒素酸化物をプラチナ、パラジウム、ロジウムを使用した触媒装置により同時に除去する。炭化水素を水と2酸化炭素に酸化し、1酸化炭素は2酸化炭素に酸化する。 窒素酸化物は窒素に還元する。三元触媒はセラミックなどで成形された触媒単体を貴金属状溶液に浸して貴金属粒子を触媒単体の表面に固定するウォッシュコート法や触媒基板に貴金属粒子を塗布するコーティング法などにより製造され排気管の途中に組み込まれる構造が一般的となっている。実用化された当初は 定期交換が容易なペレットが用いられたが、次第に1階の円柱型や大円柱形に成形したものが普及し、触媒のみを交換する方式は用いられなくなった。1階に成形された触媒単体はモノリス単体と呼ばれ、排気の流れに直行する断面はハニカム構造として表面積を大きくされている。モノリス単体の材料には安価なセラミックが、 用いられることが多いが、セラミック製のモノリスは外角に固定できず、繊維マットで衝撃から保護しながら保持する必要がある。ため小型化が難しく、オートバイなどでは、メタルハニカムを用いて、排気管に溶接されている。また、小型汎用エンジンでは、スチールウール状のニットワイヤが用いられる場合もある。日本では1978年、 マスキー法に準じた排ガス規制値を達成した昭和53年排出ガス規制までは三元、触媒以前の方式でも規制の適合は可能であったが同年に北米で企業別平均燃費規制が開始されると排ガス規制と燃費規制への両立が次第に困難となった一方三元触媒が最大の処理効率を発揮する理論空燃比においては ガソリンエンジンが最適な効率で動作するため、性能や燃費が低下しない。省エネ法の成立後は触媒の定期交換義務が廃止され、触媒被毒の要因となる有鉛まりガソリンの使用が段階的に禁止されたことで三元触媒が普及した。加えて、ハニカム形状などの表面積が大きなモノリス式構造を取ることで、優れた排気効率と浄化性能を両立した。 これにより以前の形式では相反する要素として達成困難であったハイガス浄化性能と低燃費の両立が可能となった。サーマルリアクターや酸化触媒、気迫燃焼や燃焼室温度低下のための添加時期、調整などと比較して性能が低下しにくい。三元触媒が登場する以前は NOX の低減と h c c o の低減が それぞれ分かれて研究されており、気迫燃焼や燃焼温度低下など燃焼条件を改良して NOX を低下させる全処理方式とサーマルリアクターや酸化触媒などの処理装置を排気管に組み込んで HCCOO の処理を行う後処理方式が行われていた。燃焼温度を下げることは燃焼中の NOX 生成を抑制することができたが、 NOX を抑制するほど燃費が悪くなったため、各国の燃費規制の強化と三元触媒の製造技術の進歩と共に採用されなくなった。三元触媒が効率よく酸化、還元をするためにはガソリンが完全燃焼し、かつ酸素の余らない理論空燃比で運転されている必要があり、暖気運転時や高負荷運転時の空燃比が濃い運転条件では浄化能力が低下する。 燃料噴射装置とエンジンコントロールユニットの技術が発達するに従い、ハイガス中の酸素濃度を酸素センサーで測定するなど、運転状態をきめ細かにフィードバック制御することで、より効率よく三原触媒を利用できるようになった。一方、ハイガス中に酸素が多いディーゼルエンジンや、リーンバーンガソリンエンジンなどにはそのままでは、使うことがはできず、他の触媒や尿素、 SCR システムなどの技術が用いられる。常温では還元能力が低く、エンジン始動直後などで三元触媒が冷えた状態では還元能力がほとんどない。これを改善するため、アイドリング時に排気管内に二次空気を導入して排気温度を上昇させるリードバルブ式二次空気導入装置を併設する方法や触媒をエンジンに近づけて排気ガスの熱により、 温度上昇を促す方法が取られている。その一方で、過度の高温にさらされ続けると破損するため、あまりエンジンに近い位置に設置することもできない。スパークプラグの失火などにより触媒に多量の未燃焼ガスが流入すると、反応が過剰に行われ触媒が加熱して損耗する。この対策として、かつて日本国内で販売される乗用車には、触媒コンバータに 温度センサーを設置して警告灯や警報ブザーなどで加熱を知らせる熱外警報装置の設置が義務付けられていた。しかし、1991年の在日米国商工会議所の申し立てをはじめとして、市場解放問題苦情処理体制を通じて熱外警報装置の設置義務の排除を求める動きが欧米より相次いだ。百九十四年の欧州ビジネス協会の お供を仕立てを受け入れ、失火を検知して燃料供給を停止する電子制御の導入などを条件に1995年に設置義務は廃止された。三原触媒の材料には、ハッやロジウムなどの貴金属触媒が用いられる。貴金属の使用量を低減するため、自己再生機能を持つインテリジェント触媒などが実用化されている。2008年7月24日、 新エネルギー、産業技術総合開発機構助成事業として、熊本大学が、これまでのセリア系酸素急増物質に代わる、肥土類、オキシリュ酸事業を開発した。酸素急増放出量が中高音域で、既存物質のおよそ8倍の大容量酸素、急増物質で、急増速度も約2倍を実現し、貴金属の使用量を大幅に低減する技術として、 期待されると述べている。三元触媒はガソリンに鉛や硫黄が多く含まれていたり、オイルにリンや硫黄が多く含まれていると、科学的ひどくを受け浄化性能が低下する。ガソリンに含まれる鉛と硫黄については、無塩ガソリンが普及し、低硫黄化が進んで触媒への影響は少なくなった。オイルの一部は燃焼するため、エンジンオイルに硫黄やリンが含まれていると触媒に影響が及ぶ。 硫黄とリンを含んだ化合物は潤滑において重要な機能を担う添加剤として多く用いられていたが、エレサックなどのエンジンオイル規格で硫黄とリンの含有量規制が行われるようになった。また、ブローバイガスに混入するオイルの量を低減する観点から蒸発量も規制され、特に低粘度オイルでは蒸発量の少ない正常が要求されている。 A.B.P. グレンジャー・エイトール・ J モル・カタール・ A. ケン -2005-228-241 用語解説・ウォッシュコードとは各種触媒単体、浄化用触媒、化学材料ヘルウス株式社、A.B.C.D. 排出ガス対策を中心にした、スバルエンジンの開発山マガン。 朝日サ社団法人自動車技術会、ABC 排出ガス規制と低減技術の話、副館長、成田俊秀赤レンガ通信ボリューム79、アーカイブド2014年10月14日、アット・ザ・ウェイ・バックマシン、産業技術記念館ペレット触媒コンバーターとは、対外車輪、ウェブリお辞書、音番号、自動車の熱害警告装置の要件の排除三 自動車及び自動車部品の規格基準の国際的、整合化及び外国検査データの受け入れは、西畑へ通る、ネイチャー、2002、418、164、M、町台、ある、県、マータ、2007、19、954。ありがとうございます。